シェッパードトーンの周波数成分。縦軸は、リニアスケールの周波数、横軸は時間。シェッパードトーンとは、オクターブ単位で隔てられた、正弦波を重ね合わせた音である。最低音の音高を上、または下に1音ずつ移動させたものを、シェッパード音階という。これにより、音高が上昇、または下降し続けているように聞こえるが、 最終的には高くも低くもなっていないという作長を引き起こす。シェパードトーンやシェパード音階という名前は発見したロジャー・シェパードにちなむ。随一、シェパードトーンによるシェパード音階の生成。随一中のそれぞれの正方形は音色を示しており、正方形が縦に並ぶと一つのシェパードトーンになる。角スの色は音の大きさを表し、紫が 最も小さい音、緑が最も大きい音を表す。同時に演奏されている重なり合った音は、それぞれ正確に1オクターブ離れており、それぞれの音階は、フェードインとフェードアウトを繰り返しているため、音階の始まりや終わりを聞くことはできない。上昇する、シェッパード音階の概念的な例として、最初の音はほとんど聞き取れない、C4 と音の大きな C5 になる。 次の音はやや大きめの C4 とやや小さめの C5 で、次の音はさらに大きめの D4 とさらに小さめの D5 になる。二つの周波数は、オクターブの中間部で等しく大きくなり、12番目の音は大きな B4 とほとんど聞き取れない B5 にほとんど聞き取れない B3 を加えたものになる。このようにすると、13番目の音は1番目の音と同じになり、 このサイクルは無限に続く。言い換えれば、角音は、オクターブごとに、周波数を隔てた2つの制限波で構成されており、それぞれの強さは、ピーク周波数から波音単位で隔てられた、レーズドコサイン関数であり、上記の例では、B4 である。シェバードによれば、低周波数と高周波数で、式1以下のレベルにテーパーオフする平滑な分布は、 実際に採用されている予言曲線と同様に行われる。この作長の背後にある理論は BBC の番組バンゴーズ・ザ the ・セオリーのエピソードで実証され音楽的なサインポールと表現された。ジャンクロード・リセはシェパード音階を発展させ音階を連続的に変化させたものを考案し、これを連続リセ音階、またはシェパード・リセグリッサンドと呼んでいる。これは 音程が連続して上昇し続けているように聞こえるが、いつの間にか最初の音に戻っている。リセはまた、テンポが連続的に上昇し続けるように聞こえるリズムで、同様の効果を発見している。三0音の音程を隔てた二つのシェパードトームを連続的に演奏すると、三0音パラドックスが発生する。これは、同じパターンがある人には音が上昇して聞こえ、 別の人には加工して聞こえるが、両方が同時に聞こえることはないというものである。シェバードは、これは音響における、ネッカーの立方体に相当する相安定性を構成していると予測した。1986年、ダイアナ・ドイッチュは、音階が加工にも上昇にも聞こえるという逆説的な作調を発見した。ドイッチュは後に、どちらの音が高いか低いかの知覚は、 絶対周波数に依存しており、そのため同じパターンが人によって上昇、下降のいずれかであると近くすることができることを発見した。ありがとうございます。